どうもこんにちは、リチです。今回はベイルオブクローズやっていきたいと思います。このゲーム、ニューゲームでね、普通にキャンペーン的なモードいやサンドボックスゲームやると人気なね、マウント&ブレードっていうゲームのシステムに近い感じで行うストラテジーゲームなんだけど、今回はですね、普通にカスタムで、戦争のみをやっていこうと思います。でこのゲームは野戦とか工場戦、街の中の戦いとか、このキャンプ戦とかいろいろあるんですが、とりあえずキャンプ戦やっていこうかな。ディフェンス側に立っていきます。でキャンプは1個しかないかな。1個ですね、変更できないというところで、まず兵種結構ありまして、これロングボーマンとか、あとこの辺ね、これ騎兵ですね。騎兵とか、ハンマーとかね、いろいろ兵士がいるんですが、とりあえず今回適当に選んで、最弱というか、普通の兵士のね、を連れて行ってみようかな。で、相手は、そうだね、同じようなやつと、槍の兵士とかで行こうかな。あ、なるほど。ここを守るんだね。さあ、この上にいるのが、まさか弓じゃなくて剣士が上にいるのか。何も準備することないですからね、このまま戦うしかないよね。弓が撃ってますね。敵がいるようだね。さあこのキャンプを守っていくという感じだね。最低どこから入ってくるんだろうか。さあ当然ながらこの見張り台の上にいた兵士は降りていきますね。なんでこの上に弓を置いてあげればいいんじゃないかな。さあ入り口から来ますね、普通に。で、こう弓部隊も無理なので近接に攻撃を切り替えます。だいぶ敵入ってきてね、ちょっと見づらいかな。待ってやろう。上にマークがついてるのがうちの兵士ですね。おのおのが動きまくるので、ちょっと結構見づらいゲームですね。さっき言った通り最小隊員が1人なので、みんなおのおのがね、おのおのの敵に向かって立ち向かっていくというところは、トータルウォーとかではないですね。ああいうのはね、部隊単位なので、部隊対部隊だけど、これは個対個の戦いに注視した感じですね。なんでそういう面がちょっとマウント&ブレード風かなという感じ。ちょっともーっと近づいてみるか。この辺一騎打ちしてますね。2対1か。補充も入れますか、そろそろ。補充入れます。で、こう上出てるのはですね、簡単なショートカットですね。1を押すとレンジ。弓部隊全員を選びますね。こいつは全員に並べとか命令できます。で、これ2番は命令。単純に近接の武器を持ってる人。で、3番がマウント。騎兵とかですね。で今選んだけど1人もいないので関係はないと。で4番がスピア、槍部隊。5番がソード、剣。6番アックスとか、そういう感じで、選びます。8番も騎兵なんだけどね。待って、これは見づらいかな、さすがに。さあこのだいぶわちゃわちゃした戦闘が非常に面白くてね、ずっと欲しかったんですけど、今ね、Steam のサマーセールで 20% くらいなんですよね。もともと1500円なんで、そんな高くはないんだけど、ちょっと渋っていたんですけどね、ちょっとこのモードを知って購入しました。さあ、キャンプ戦、まだまだ敵が来ていますね。補充こっちも入れます。一応出せる部隊数は、メモリに依存するんですけど、
私の場合はね340人くらいですね。で、最初は200人で設定されていると思います。さあ、もうちょっと待って、集団で並んで戦いたいな。まあ、キャンプ戦なんでね、だいぶ大混戦ですね。敵味方がいまいちわからないほどの混戦くらい。そしてこのゲームはね、カメラがこう横は変えられるんだけど、縦とかがね変えられないんだよね。ズームはできるけど縦方向の展示ができないんですよ。そこがちょっと惜しいかなと。敵はやんだかな。敵やんでますね。さあ、この上がね指揮メーターというか、どっちが優勢だよっていうので、うちが今優勢だね。このままいけば押し切って勝てるかなと思います。さあ、一応このゲームね、ディティールというか顔の部分とかが凝っていて、みんな一緒ってわけじゃなくて、ある程度のね種類があるんですよ。顔にランダム生成かわかんないですけど、まあ死体顔潰れちゃってるけど、鎧がない兵士がわかりやすいんだけど、髪の色とか結構バラバラなんだよね。その辺でこれは勝ったね。次ちょっと攻めてみようかな。負けたがこうやって逃げるんで、それを追うっていう最終フェーズがあります。でなぜここでね激しく戦っていたかというと、ここから増援が来るんですね。なのでここで戦っていたと。増援要素ここから出てくるんですよ。さあ、もう勝ったのであと待つだけかなと。敵にももうちょっと何かあげればよかったね。さあ、こうトータルです。300人相手死んでいると。さあ、この裸一貫の男、エンジニアがいなければ、カタパルトは使えないので、ちょっと呼んできました。3人くらいいるはずなんだけど、1人しかいないな。使えんのかな。ちょっと下がろう。動いた動いた。あれ、もういいの？もういいの？あ、よかった。で、攻撃の場所選べないんだ。攻めてきたんだけど、これ以上ダメだね。よし、もう行こう。こっちからか。ちょ、カタパルトがね全然うまく使えなかったんで突っ込んでいきます。エンジニア死にました。重要なエンジニア死にましたね。さあ、敵の弓部隊は引いていきます。もはやわざわざ戦うまでもないと。一人だけ残すか。まあいいか、ここに突っ込めばねいいんで、行きましょう。混戦ですね。
まず、まあ、軽装騎兵たちが突っ込んでいってるんだけど、もう一回エンジニア出せればカタパルト出そう。兵は一応降りれるんでね、降りたりもしますか。降り方は一旦8番選んで L です。あー違うね、戦場で降りるかな。降りましたね、 L 機で降りましたがもはや行方が分からずと。そろそろ援軍出しとこう。援軍もうついたかな。エンジニアも来ましたねエンジニア来ました。エンジニアの2人にはここに来てもらいたいんだけど、あ来てる、よしよしよし。少しこっち劣勢ですね。数が劣っているように思います。こっから来るのが全部優れた普通の騎兵なんでね。下ろしました。下ろしたら強いんじゃないかな。さあまだちょっと優勢になれてないね。カタパルトついてるはずですがどうするでしょう。していくか。よし、これでいいんじゃないかな。さあ、馬から降りた兵士がまだ生きて、あ、結構生きてますね、こいつとか。優勢になりつつあるぞ。ここで援軍ついたら形勢逆転じゃないかな。カタパルトは、あ、敵出てきてますね。撃て。距離でもダメか。少し攻撃の命中率が悪いか。あとこっち42人。うん、タウントラップ、あ、トラップあった。さあ、敵の追撃戦に入りますね。ちょっと待って、
こちらにもいます。切っていきます。追撃戦になると優勢になりました。本当に